どうも、ゆうきです。明けましておめでとうございます。2023年、どうもありがとうございました。今年も1年よろしくお願いします。今年の目標は、ジャンプ以外の重賞を全部 YouTube に予想アップするっていうのと、万馬券狙ってね、どんどん挑戦もしていきたいなと思ってます。皆さん、今年も1年私と一緒に競馬、楽しんでいきましょう！イエーイ！なんですけどね、元旦から日本は能登地震があってね、すごい大変だと思います。私もニュースで見てめっちゃびっくりしました。しかも1月2日はね、羽田空港の方で、ね、事故もありましたよね。驚愕やったんですけど。まあ、皆さんそれぞれやっぱできることって限られてるとは思うんですけど、元旦でそのおめでたい時にね、そうやって、まあ、大変なね、被害に遭ってる方もいらっしゃるので、募金とかはもういつでもできると思うので、ヤフーとか赤い羽募金とかありますから、その辺1000円でも500円でも、それがチリツモでやっぱ500円でも100人が募金したら5万になるし、それで助けれることいっぱいあると思うので、そういうところ小さいところから皆さんも始めてみてもらえたらなと思います。私も募金しました。はい、物資の方もねちょっと送ろうと思って水の方10ケース手配したんですけど、はい、できること皆さんで協力してやっていきましょう。ではちょっと長くなりましたけど、予想入っていきたいと思います。昨年はですね、本命馬が中山金牌も京都金牌も両方とも3着と構想したんですけど、馬券を外したんでね、今年は当てたいと思います。で、今回両方とも予想するのに注目したのは、鞍上と前走のクラスです。で、それをもとに期待の穴馬と本命馬と買い目、出したので、それを発表していきます。ぜひ最後まで見てしっかり予想に参考してください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画はあくまで前予想なので、当日パドックの様子を見て、買い目とか変わる可能性はあるので、その点だけご了承ください。あと、今回金牌の予想ですが、馬番が出ていない状態での予想になりますので、枠順などのは考慮できていません。では中山金牌からいきたいと思います。中山のコースについては別の動画で解説をしているので、概要欄にリンク貼っときますから、気になる人そっちの動画もチェックしてください。中山金牌は 2000m のハンデ戦ということで、昨年のフローラステークスで本命にしたゴールデンハインドとか、七夕賞で本命にしたククナとかもね出てきてるので、結構ワクワクしてどうしようかなと思いました。ただね、今回この金牌は前走 G2 以上で構想している馬って思ってたんですなんですけどね、 G3 で構想した馬はおるんやけど、 G2 以上でいい成績を出してる馬っていうのがいないので、と思って、なんで、これまで戦ってきたメンツとか、その時のその馬のレース内容だったりとか、その辺を考慮して、あとは前走の鞍上と今回の鞍上を比較とか、あとハンデとかっていう感じで、様々な要因を取り入れて予想しました。その結果ですね、期待の穴馬エミューになりました。エミューです。結構甘いと思います。この馬はですね、ずっと強い相手と戦ってきてて、昨年秋は走り方に成長を感じました。馬体もねちょっとずつ増えてきてて、今回も馬体が増えて出てくるんやったら狙い目かなって感じです。で、この馬のなんか走り方とか見てると、ミルコジョッキーみたいな乗り方よりかは、今回の鞍上の佐々木ジョッキーの方が、まあ、気は合うんじゃないかなと思って、そこもちょっと見どころだなと思ってます。で、本命馬なんですが、本命馬ゴールデンハインドでいきたいと思います。結局ね、骨折明け7ヶ月半ぶりの、実戦となるこのゴールデンハインドを今回も本命にしたいと思います。正直、オークスで4番人気に支持されたのはめっちゃびっくりしました。っていうのも、この馬2400は距離合ってないんですよね。なんかゴルシサンクなんで、その長距離もいけるんじゃないかみたいな感じで人気も上がったんやと思うんですけど、この馬は1008から2000が適正です。これはもう間違いない。ワンチャンマイルもいけるかなくらいの感じです。去年フラワーカップとフローラステークスと、この2回ね、この馬本命にした私が言ってるんで間違いないと思います。フラワーカップは4着、その後クラス上がった G2 で堂々と1着。で、中山2000より東京2000の方が合ってるとは思うんですけど、このメンバーならやってくれると信じてます。今年は4歳になって、精神面の成長とかも伺えるかなと思います。で、ね、この馬スタミナがあるので、まあ、この馬らしいねレースをしてほしいんですけど、強いて言うならちょっとせられるやばいみたいなぐらいの方がしっかり足使ってね走ってくれるので、まあ、そういう展開になったら嬉しいなっていうのと、あとはできれば4枠までに入ってほしいなと思います。現状まだ枠が出てないので、できれば4枠以内でお願いしたいなと
思います。何よりね、ここでこの子を本命にせんかったら私は後悔する。もし他の馬に浮気してゴールデンハインドが結局来てたら泣くかもしれんっていうところで、もう譲れないですこの馬は。で、買い目なんですけど、単服ゴールデンハインド、それから3連服本命のゴールデンハインドから5頭に流します。相手馬がエピファニー、エミュー、クックナ、クリノプレミアム、リカンカブール、以上5頭で10点ですね。単服合わせて合計12点で勝負したいと思います。では次、京都銀杯の予想いきたいと思います。京都のコースですね、特徴などは別の動画で解説をしているので概要欄に貼っとくので、気になる人は見てみてください。京都銀杯は中山と違って1600のマイルになりますが、こちらもハンデ戦です。で、中山と一緒でね、今回この前走が G2 以上で構想してる馬をって思ってたんですけど、 G3 で構想してる馬おるけど G2 以上はいないですね。で、 C って言うならアンドバラナウトが府中牝馬で7番人気6着って感じなので、まあ構想っちゃ構想かなーって感じです。なのでここはですね、ハンデとか調教内容っていうのもかなり考慮して予想してみました。その結果、期待の穴馬アンドバラナウトになりました。アベラーレと悩みましたね。ここが私が見た感じだと8番人気9番人気ぐらいだったので悩んだんですけど、アンドバラナウトです。この馬2023年そんな目立たなかったんですけど、遡って2021年、ここまで行くとローズステークスを制した上で秋華賞3着馬です。強いですね。その翌年の2022年、ここは阪神牝馬2着、府中牝馬3着って感じで構想してます。ここ3戦ですね、阪神牝馬、ビクトリアマイル、府中牝馬って感じで強いメンバーと戦ってきてるんですけど、この3戦とも勝ち馬とのタイム差が1秒以内っていうところで、まあ、能力の高さは示してるのかなと思います。で、ポジションはこの馬どこでも、レースできそうなので、今回武豊ジョッキーが乗ってくれるっていうのは強みになるのかなって感じ。まあ、真面目にね、走ったら崩れないっていうところも評価できる点かなと思います。しかもこの馬京都の平坦っていうのは結構合いそうなので、まあ一発ね爆発してもいいんじゃないかなって感じで結構楽しみです。で、本命馬クリームファクシーです。やっとマイルに出てきたかって感じ、待ってたよこの時を。私はデビューからこの馬 2000m を使ってて、デビュー戦は2着やったかなで負けたんですけど、そこからその未勝利戦から3連勝しちゃいまして、なんで距離長くてもって思われてたんですけど、この馬は絶対マイラーです。まあ勝った3戦も小頭数なんで、それはもう能力の高さでカバーができただけなんですよ。頭数増えて2000になるとやっぱきついと思います。で、鞍上もね、川田ジョッキーで、ま、ここも結構完全マイラーなんで、はい、マイラー同士、めっちゃ噛み合うんじゃないかなと思ってます。もともとね相性も良かったので、さらに楽しみって感じですね。で、去年の皐月賞なんですけど、その時は状況をソダシ、引退もしてますけどソダシと合わせてって、ソダシに先着してます。この馬は明らかに能力高いんですよ。なので12月3日やったかなに1回使って、休み明けを使ってるので、その上積みも見込んでこの馬本命にしたいと思います。買い目は本命馬のクリームファクシーから3連服で5頭に流したいと思います。相手馬アベラーレ、アンドバラナウト、セッション、ドーブネ、ダノンタッチダウン、以上10点勝負でいきたいと思います。ここは悩めば悩むほど買い目が広がってしまう危ないレースなので、思い切って切るっていうことも大事だなと思います。はい、では今日この動画、中山金牌と京都金牌の予想を発表しましたが、参考になったでしょうか。参考になったよって方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。明日はフェアリーステークスと新山記念かなの予想もアップしますので、それも楽しみに待っていてください。それではまた明日予想動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。現在私の公式 LINE では、初心者でもわかる競馬予想方法をまとめた競馬ガイドブックと、競馬する人なら誰でも活用できるシンプル軸馬という2つのコンテンツを無料配布しています。予想にもう一パンチ加えて決め手が欲しい方や、とにかく競馬をもっと楽しみたいという方は、概要欄から公式 LINE に登録してください。これまで2000名以上に配布して、めっちゃ参考になったってたくさん感想をいただいてます。毎月50名限定配布になってますので、早めに受け取ってねー。